ダメじゃないけどさ、なんか暗い女の人ばっかだったし、それに比べりゃ文学の方には綺麗な姉ちゃん一人いたしな。まさき、ちょっと飲みすぎ。何言ってるか分かんないわよ。そうかな。じゃあ僕布団まで連れて行きますね。ごめんね、お願い。ほら、まさき、行くぞ。田口君のお布団も置いてあるから。すいません。じゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい。じゃあ、行くぞ。大丈夫だよ。いいから行けるよ。僕だけ寝つけなくて。そっか。